というわけで、とにかくどうするかとせられたというか、たちまち本日はフォーチュン取り抜き時空のダイヤモンドをやってまいりたいと思います。地の店でね、先行稼働ということでね、やってまいりたいなと思います。今日やらせていただくのはね、やはりこの企画をねやっていかなければね、信頼は始まらないだろうということでやってまいりたいと思います。こちらベジャー、それでは一番用企画やってまいります。それではね、もう早速やりたくて仕方ないので課金の方やってまいりますか。どうくらでやる。さあ、まずはどこ入りますか。ぐるぐるして黄色。さあ、早速レジェンドお目見えできますか。さすがにレジェンドまでは伸びないかな。さあ、おお、幸先吉田。さあ、やってまいりたいと思います。ファラオジャックチャンス。さあ、ファラオは縦横斜めでビンゴができればジャックポット。登れ登れ登らない。はい、我慢して、ちょっと我慢して、あー、ちょっとそこ違うよ。分かれー、ここら辺登ってくれれば熱い。今いいよ。この場合はあー、なるほど、リトライとかではなく配当が増えるから養分ゾーンですね、あそこは。そういうことか。あ、ノーリーチボーナスでそんなもらえる。え、でもジャックポットチャンス1回でこれだけもらえるの結構でかくない。ボーナスルーレットに関してはフォーチュン4のルーレットの BGM が一番好きですね。さあ、青です。これはきついかな。黄色入りやすい流れ来たんだったらレジェンドを入れられる可能性が高いですね。さあ、位置は良さそうよ。ファラオラウンド2。ダブルジョブボス。ファラオラウンド2。シュシュン、スッタドン。さあ、ここら辺でグイッドモーニング。あかれー、よしだ。ただこれ右端に行くのか行かないのかが微妙なラインですよね。さっきからね、右につかないからこれはちょっと微妙かもしれないですね。はやかに言う、まあ次の配置がチャンスかなぐらい。おー、疲れい。まあ言うてアイアンはそんな変わらんからな。やること変わらないですが。オーブさん、さあ、お次はどちらに入れてくれるのか。あー、まずそう。オーブさん、アイアンやらパイレーツ入りたいんで、赤青もバランスよく入れていかないと。ちょっときつそうですね。スピア機械も見てないですからね。タイとかでもカです。あ、やばそう。スピア。お、粘って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 、そういうけ。パート3。あ、いいんじゃないですか。スカイルレッドツリー。今なんかいい流れなんで。あー、スッポ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 ー、ジャックポチャンス。
じゃあ、ここちゃん。いや、今回もフリーが端っこですね。いや、多分パターン的にね、フリーがいい。さあ、ジャックポット作っていく。ああ、はい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 、悪くないですよ。さあ、2箇所ジャックポットリーチがあります。まあでもなんか右端ここ入らんから、あそこの左がチャンスかなって思いますね。お疲れい。もうジャックポットチャンス入れてくれ。やっぱ新手の見たいですからね。うわー、ダメそうかも。でもスカイかも。あー、スカイルートスタート。ちょっと見づらい。あー、でも BGM 神やわ。やったで、おい。まずはバーディー抽選。惜しい。出ましたし、今回はね、チャンスポケットという配当があるんですね。さあ、チャンス何になる。うわ、レジェンドボード。1倍でいいな。 C でいいぞ。わー、でも4倍も嬉しいです。さあ、それでは4倍での抽選スタート。いいよ、100倍。さあ、それではまた飲ます。バロージャックポチャンス。いやー、今までの傾向を見ると右はちょっと弱いんじゃないかな。よっ、貼り付け。いやー、ダメそう。あー、ダメどころや。だったらせめてノーリーチボーナスが欲しいですね。あ、まあこれだったら OK でしょ。なるほど。ありそう。頑張れー。よー、スカイルートスタート。長くこの BGM 聴いていたいな。あ、もう一丁。おかわりパイレーツ入ります。まずはバーディー抽選。1倍。4倍。まあ、せっかくだったら1倍の BGM 聞きたいから OK。 まあ、4倍もさっき聞けてないけどな。待って、1倍の BGM 壮大すぎない。これ本当に1倍の BGM。
足りないか。嫌われてるな。ちょっと今回きついかも。さあそろそろ入るよ。超嫌われてるな。あーダメっすね。低速になってからこれはいつもの。さあ赤も制覇したい。あ、いけそうじゃないですかね。はい、うわーすっぽり伸びすぎ。アイアン見たいぜ。見せてくれる。さあどうぞ山さん、パイレーツボタン。こちらのパイレーツはオーブ落としてサテチャレからいったやつですね。お、3倍 BGM 聞きたいですね。3倍や。あとは2倍をコンプリートすれば。3倍の BGM 刺さらんな。3倍はフォーチュン4の方が好きでしたね。壊れてるな。ジャックポットポケット周期じゃないんですよね。あーダメっぽいっすね。900ポイント、スタート。
さ、またまたジャックポットチャンスさせちゃうのか。消臭剤。というわけで皆様ありがとうございます。おはよう、ジャンボチャンス。さあ、アイアンは緑に入るまで抽選が継続されるゲームでございますね。で、最初の 1,2 回は大丈夫です。よしだお、早速リーチ。ただ次の位置が危ない。セーフー、危な。さあ、黄色入ってもジャックポット。それけー、お疲れ。ジャックポットチャンスいきやすいだし、もう一丁やっとくか。さあ、やってまいりたいと思います。ジャックポットチャンス。挑戦。あ、位置良さそう。よしだ。次はきつめの刃かな。危な。穴スポか。あ、いいか穴スポ。ダブルアップ。ちょっと次の位置怖いですね。ドロロロ。1位。よっそれけー。あ、どこ入った。青かーい。あ、ちょ、まずい、まずいです。危ないです。いいよ、それけー。さあ、黄色でもジャックポット。あ、危ない。お、すごいすごいすごい、激アツよこれ。これはいけるっしょ。はい、それでお疲れ。あ、でも結構かなりジャックポットチャンスさせててご機嫌な感じですね。スカイルレッドツリー、スカイルレッドツタドー。さあ、芳香剤を打ち込まれたんで次は止まれ。来ましたねー。いつものいやー、ジャックポットチャンスとかレジェンドとか、レジェンドとか、ストイーストイーストイー決めていく。どうも決める男でございます。ただ決める男なんだけど、スピア見てもらって分かる通りちょっとやばいかも。ちょっとね、ここ乗り越えなきゃいけないラインがあるから正直怖い。これレジェンドモードの曲聴けるかな。曲聴けないで終われる説あるんだよな。まあ、トリマー継続。マジ1万円課金やる人気をつけて、オーブとかをちゃんと消化しながらやらないとレジェンドモード行った時に怪我するわ。しかも多分500枚ごとにタイムトラベルで BGM 変わるよな。チキショー、いい曲だ。サテチャレの間の曲もめちゃくちゃいい曲やん。ありがとう。なんかね、ここのね、神々しい BGM 好きっすね。あ、すごいモードに来たんだなっていうのを感じる BGM なんで。はい、継続と。さあ、ここを乗り越えればやっと BGM 聴けるかも。ただ
赤と黄色入っちゃったら、あ、青だったらギリ神曲に行けますね。そう、確か500枚超えると BGM チェンジなんで、ジャックポットチャンスには入らずか。なかなか真ん中にフリー来ないですね。早い。さあリーチだが、リーチだがこれはないですね。粘って右にひっつく未来が見えないです。オーブが落ちた。そして次スビア落ちたらもう一回サテチャレや。パターンサテチャレ地獄。これジャックポットチャンス入れないと曲ゆっくり聴けないですね。おー乗り越えた。大丈夫でしょう。200枚いっちゃったか。まあここの神曲、ここの神曲はゆっくり聴けそう。あ、せっかくだったらフォーチュン3の曲聴きたいな。フォーチュン4はまあよく聴くからあれっすけど。あ、やば。やばいっすか。あー、お疲れ。まともに曲聴けなかったでござる。はい、あと2回。さあ、あと2回のうち1回でもジャックポットチャンス決められるか。今日かなりジャックポットチャンスには行ってるイメージがあるんで、この強さを見せていただきたい。あ、ダメっぽいわ。オーブさん、ラーストーン。ジャックポットチャンス決められるか。スカイルレッド3、スカイルレッド2ターナー。さあ最後もう一回ジャックポットチャンス見せられるか。あというわけで、今回1万円投入したらメダルが3500枚になりました。お店の預けが1万円で5000枚なので、まあ、それよりは弱いですが、ジャックポット取ってないでこれなんで、まあ、ジャックポット取ったらもうちょっといってたよねって考えると強いかなって思いますわ。それでは新作のフォーチュントリニティの1万円額コミュニティ上にしたいなと思います。お付き合いありがとうございました。お疲れ。